市川海老蔵モデルプレス、6月6日、歌舞伎俳優の、市川海老蔵が6日放送の、テレビ朝日系、グッド、モーニング、毎週月曜、金曜、朝4時55分、に、VTR 出演、妻で父がんを公表し闘病中の、フリーアナウンサー、小林朝王の、近況や在宅医療の、大変さなどを語った、在宅医療、良い面も悪い面も、番組では、4日後に開幕が迫る自主公演舞台、ABKAI の稽古を終えた海老蔵に、当局大下陽子アナウンサーが、インタビュー。朝王が先月29日に、退院し、在宅治療に切り替えたことについて、良い面も悪い面もあるのでは、と聞かれた海老蔵は、まあ大変ですよね、と心境を、吐露。良い面は、側にいるということじゃないですか？ちょっと調子がいい時は、喋れますし、たわいもないことを話せるのは、一番いい面じゃないでしょうか。というが、悪い面は、対応ができない時、何をどうしていいかわからない時、点滴もありますし、酸素ボンベもありますし、と、医療器具を扱わなくてはいけない在宅医療の、大変さを語った、想定を超える事態も、アクシデント明かす、在宅医療に関し、医療スタッフからレクチャーを受けているという海老蔵。しかし、想定を大きく超えた、どうなっているか、わからない事態が起きるという、自身がいない時に一度そのようなことがあったようで、その時はみんな、顔面蒼白な感じで、とアクシデントがあったことを明かした、悟りの境地のような雰囲気。また、現在の朝王の状況について、悟りの境地のような雰囲気なんですよね。という海老蔵、自分の状況を差し置いて、朝やちゃんの心配、お母さんの心配、私の心配をしたりとか、と、自分よりも家族の心配等をしていると明かし、普通はもし自分が病だったら、人に当たるようになりそうなものでしょ？そういうのがないので、よくわからないんですよね。悟りの雰囲気ですよね、と、妻の様子を語った。自身の行動や心境に、変化も。さらに、最近子供たちにカレーを、作ったエピソードを語った海老蔵。台所なんか立つようなタイプじゃなかったんですけど、とにかくあだこうだ言ってられないんですよね、と、いい、座ったら出てくるんだろうと、生きてきましたが、家のあたふた感は半端じゃないので、お願いします。というよりもさっさと、自分でやった方が早い場面の、方が多くなる。みんな大変なんで、と、日常生活の変化に、伴う、自身の行動や心境の、変化についても語った。ブログの反響、ありがたい。また、朝王と海老蔵が日々ブログで、近況を報告し、多くの反響を得ていることについては、病気はいついつ、宮身内に訪れるかわからないので、力をもらえるというご意見がたくさんあるので、ありがたいと思ってコツコツやります、と、語った。